キャンを開始します。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。はい、どうも、佐藤ささらです。デス・ストランディングの続きをプレイしていきます。まだプロローグ中ですね。世界観の説明やチュートリアルな感じで見ていただければいいかと思います。とりあえず荷物が重いのですぐに積み荷を下ろしたい気持ちなんですが、目的地のマーカーの場所までまっすぐには行けなさそうです。謎のバリアが当選後してる。ようやく目的地らしき場所が見えてきました。サムさん、すっごいフラフラしてますね。大変です。遅かったじゃないの。伝説の配達人らしくないわよ。バイクを失い雨宿りしてた。それは大変だったわね。うちへの納品は完璧よ。まあ納品遅延はあるけど、荷物は希望数以上届けてくれた。ありがとう。またお願いするわね。今回のリザルトですね。プレイの評価はどうなったでしょうか。こんなもんでいいのかなという感じの評価ですね。道中多少荷物にダメージを受けてしまいましたが、あの程度なら許容範囲みたいです。特殊配達の依頼、サブウォーターブリッジズ最優先事項。ブリッジズ死体処理班のイゴールだ。サム・ポーターだな。そうか、接触恐怖症だったな。お前の資料に書いてあったよ。ブリッジズの死体処理班、何があった？時間がないんだ、ついてきてくれ。来い。見てくれ。
こいつを焼却所まで運びたい。いつ心停止した？正確な時間は分からんが、おそらく40時間以上は過ぎている。施設に隔離しなかった？病死じゃない、自殺したんだ。自殺だって？発見するのに時間がかかった。冷却処置はしたが、いつネクローシスするか。どの焼却所？一番近いのは北だ。そのルートには奴らがいる。別の焼却所、他の場所に行く時間はない。じゃあここで焼いた方が安全だぞ。カイラリウムが都市に被害を与える。ここはダメだ。今から焼却所へ行く方が危険だ。だからお前が必要だ。お前のようなドゥームスに同行してほしい。ネクローシスの初期段階に入っている。急がないとここが吹き飛ぶ。じゃあ一緒に来てくれるな。ブリッジズとの契約成立だ、サム・ポーター。サム、ただのサムだ。俺には奴らは見えない、感じるだけだ。だからこいつを持ってきた。ブリッジベイビーか。お前とこれがあれば奴らをうまく迂回できるはずだ。あまり気分のいいものじゃないな。あの世とつながるわけだからな。ゾッとする。行け。果たしてこの世界、死体を放置すると何が起こるのでしょうか。俺が子供の頃はこんなじゃなかった。アメリカという国があって、誰もがどこへでも自由に行けた。お前みたいな運び屋はいなかった。ハイウェイや飛行機、そうだ、他の国へも行けたんだ。もうそんなものはない。そこら中デスストランディングのせいで穴だらけだ。みんなぶっ壊れたんだ。運よく残ったものも時雨のおかげで溶けちまった。代わりに化け物がビーチから来た。つまりこの世は死の世界とつながったんだ。みんな怖くて都市に閉じこもってる。おかげでお前みたいな運び屋が重宝される。見ろ、やばい、虹が出てる。焼却所まであとどれぐらいだ。もうすぐ出てくるぞ。仕方がない、奴らもど真ん中を抜ける。奴らのエリアに入ったんだ。迂回しろ。サム、何か見えるか。いや、見えない。
良品かもしれん。
昔爆発があった。この生命は爆発で生まれた。そしてまた爆発が起こる。これが我々が目撃する最後の爆発になる。